こんにちは、かおるんです。今日はみんなに作曲の仕方を教えていきたいと思います。特にまだ作曲をやったことがない人や音楽の理論がまだ全然分かってないよっていう人に向けて教えていきたいと思います。何せ僕が音楽を大学までやってこなかった身ですから、逆にこういう人が、作曲を作ることができたので初心者には伝わりやすいのかなと思います。まず皆さんに覚えてほしいコードが5つあります。それがこちらです。 C コード、 D コード、 E マイナーコード、 G コード、最後に A マイナーコードです。なんでこういうコードを使うのって思うかもしれませんが、まずは今日はそこを置いといてください。本当は理論はあるんですけど、今日はまず皆さんに曲を作る楽しさを知ってもらいたいです。さらに今紹介したコードに5段階のレベルをつけていきます。上から G C D E マイナー A マイナーです。このレベルっていうのはいわゆる明るさのレベルです。次にコード進行を考えていきましょう。曲の基本構成はA メロ、B メロ、サビの順番となっています。今回みんなは明るい曲を作りたいですか、暗い曲を作りたいですか。仮に今回は明るい曲を作っていくとしましょう。ここで先ほど紹介した明るさのレベルを思い出してください。明るい曲を作るのであればサビの出だしは明るいレベルのコードがいいです。なので今回の場合は G とかあとは C ら辺がいいのではないでしょうか。さらにサビが進んでいくにつれて暗いコードとなるようにしていきましょう。なので最後ら辺は A マイナーだったり E マイナー、ここら辺がいいのではないでしょうか。また A メロはサビと同じコードでも曲が成り立ちます。なので今回 A メロはサビと同じコードにしていきましょう。さらに B メロは A メロとは対照的に暗いコードから始めていきましょう。でだんだんと B メロが進んでいくにつれて明るいコードになっていくのがいいと思います。最後に A メロ、B メロ、サビ、それぞれ4つのコードを割り当ててそれぞれを2回ずつ繰り返しましょう。なので今回の曲の場合は A メロでコードが8回、 B メロも8回、サビも8回、なので24回のコードで曲が成り立つことがわかると思います。今皆さんに紹介したルールを組み込んだ曲が僕が人生で初めて作詞作曲した君と歩く道という曲になります。この曲を聴いてもらって、あ、こういうルールがあれば作曲ができるんだなと皆さんに実感してもらえたらと思います。それでは聴いてください。君と歩く道。君は「いつも僕
ということで、君と歩く道聴いてもらいました。この曲を聴いてもらって、お、さっき紹介したルール結構使われてるじゃんって思ってくれたみんな、もう曲は作れますよ。確かにこの曲には先ほど紹介したルール全てが使われてるわけではないですけど、僕も初めは先ほど紹介したルールを使って曲を作り始めました。なので皆さんもまずはこのルールにのっとって曲を作るのが作曲の楽しさを一番味わえるコツなのかなと思います。さらにはね、今日紹介した君と歩く道のコード進行を真似てもらってもいいです。コード進行を真似ても著作権違反にはなりません。このコード進行をまずは弾けるようにして、でその上にいろんなメロディーを重ねることができるので、曲をたくさん作ってもらってもいいのかなと思います。今日紹介した動画を通じて作曲をする楽しさを味わってくれる人が増えてくれたら、僕はとってもとっても嬉しいなと思っています。それでは今日もご視聴いただきありがとうございました。じゃあね。本日はカオルンチャンネルをご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録者100人という目標を目指して頑張っていますので、ぜひチャンネル登録高評価をお願いいたします。またインスタグラム、ツイッターもやっていますので、そちらもフォローしてくださいね。それでは次の動画も頑張ってまいりますので、応援のほどよろしくお願いいたします。じゃあね。